どうもこんにちは、陽平です。今日はですね、バブアーのビデイル SL を紹介したいと思います。このアイテムのことについて少し話した後に、このアイテムを使ったコーデを2パターンと、私がですね36、38、40の3サイズを着用しサイズレビューする動画の内容になっているので、お時間ありましたらぜひご覧ください。またこのアイテムの販売ページは概要欄とこの左上にねリンク貼ってますので、ぜひそちらをチェックよろしくお願いします。では早速いってみましょう。はい、今回紹介するビデイル SL、 当店はですね A&F さんから仕入れております。でこの動画は2022年11月に撮影しているので、2022年秋冬の、ところからですね変更点が一つありますので、そこだけでもね知ってもらえたらと思います。すでにね出ている情報ではありますが、今期からですねロイヤルワラントですね、3つあったものがですね2つに減ってます。当店に入荷してきたアイテムが入っている袋にもですねこのように見てほしいんですけども、ワラントがね2つになっているのがお分かりいただけるでしょうか。これがね判断しやすいデザインというか変更点だと思います。また同様にですねこのアイテムのタグのところにも2つになっているのが分かります。そこの確認だけお願いします。でここからはね A&F さんからの案内をねほぼ読み上げる形なんですけども、ワラントが減っているっていうのはフィリップ殿下が逝去してから、3年経過したため、22年秋冬分より3つから2つになります。またまだね確定ではないんですが、エリザベス女王逝去から、3年後にはもしかしたら2つから1つに、ワラントが減ってしまう可能性もあると言われております。ロイヤルワラントの保持期間はロイヤルワラント保持者が亡くなってから3年であり、新国王とその後の王位継承権の問題も絡みますので、以後ねどのようになるかはまだ不明といった感じでございます。はい。でねワラントがねこの短期間で変更になっていくかもしれないことについて、皆さんはねどのような見方をされていますでしょうか。もともとねあったものがなくなってしまうっていうものはね寂しいっていうのがありますけども、やっぱ長く続いている歴史あるブランドさんだからゆえにね、起こっていることなのかなっていうふうに思いますので、今後の、バブアーの動きにも注目したいところだと思います。でこちらの、ビデール SL は、1980年代に発表されたビデールというね形をもとに日本限定で発売された企画になります。なので名前のごとくスリムタイプの形になります。後でねがっつりサイズのレビューするんですけども、やはり着るとね身幅が細めな作りになっているので、スタイリッシュな形になっていると思われます。まだねお持ちでない方はこの動画をね参考にしてもらい購入してもらえたらと思います。またね先ほどお話しさせてもらったワラントにね変化がありますので、おそらくコレクターの方もねもしかしたら欲しいなって感じてらっしゃる方もいらっしゃるのかなと思うので、ぜひねサイズ感参考にしてもらえたらと思います。不明な点はですねコメント欄にて受け付けてますので、何かありましたらご活用ください。はい。そんな感じで続いてはですねコーデとサイズ感へ行ってみたいと思います。どうぞ。
はい、まずは36を打ってみました。こんな感じです。はい、私の体のスペックとこのジャケットの寸法はこちらに載せておきます。で、36を着ての着用レビューなんですが、今私ですね T シャツを1枚下に着ているだけになります。それで、ですね、結構ね肩はね張ってるかなっていう感じです。ちょっと私の体型はですね、ちょっと肩がね出てるので、ちょっとねもう突っかかってるっていう感じですけど、袖だけはねちょうどいい長さになっています。で、身幅はやっぱり SL なので、かなりねこうシュッとした印象があるかなっていうふうに思いますね。で、丈の長さ、うん、これはやっぱり程よく長いかなっていうふうに思います。なので、まあ、今ね T シャツを下に1枚先ほど言いましたけど着てる状態で、肩がねちょっと張ってるので、まあ、これにねシャツとかスウェットとか着てきちゃうと、ちょっとね肩は窮屈かなっていう風に思うのが私の体型そうですね、まあ、ただジャストめで着たいんだっていう方であれば、こういう感じのサイズ感を選んでもまあいいのかなっていう風に思います。まあね、袖だけはねぶっちゃけこの36の方がいいと思います。はい、こういうのは、まあ、程よくね手のひらにかかってるぐらいなんですけど、で、まあ、リブがあるんで、まあ、止まってはいますが、ちょっと手のひらにかかるっていう感じです。はい、そんな感じで続いて38いってみます。はい、続いては38です。こんな感じです。はい、38はですね、まあ36の時に比べると肩はですねすっきりしてます。突っかかることがないので、私の体型だとこの38がいいかなっていうふうに思います。で、まあ、袖丈もどうでしょうかね、まあ、多少手のひらにかかるぐらいで、まあ、めちゃめちゃね長いわけではないかなっていうふうに思うんで、まあ、許容範囲内の長さなのかなっていうふうには感じます。で、身幅はね、まあ、割とゆったりしてきてるので SL でも、なんでまあ下にね、まあ、中に着れると思います。多少やっぱりゆとりが出てきてるんで、36の時に比べると、まあこれも T シャツしか着てないですけど、やっぱ見た目的にもちょっと大きさはありますよね。はい、なんでまあ私のような体型の人が少しゆったり着たいっていう方であれば、38ぐらいをチョイスしても、まあ、いいのではないかなっていうふうに私は思います。めちゃめちゃでかいわけではないので、まあ、このぐらいのシルエット感好みの方いらっしゃいましたら、全然38で問題ないかなっていうふうに思います。まあ好みだと思うんで、本当36か38が私の体型だと、まあ、ちょうどいいぐらいのサイズになってくるのかなと思います。はい、続いてはですね30じゃなくて40いきます。はい、続いて40です。こんな感じです。はい、40はですねさすがに大きいかなっていうふうに思います。なぜならですね、リブがねあるんですけど、わかりますかね、リブのこっちのリブが手のひらにかかるぐらいなので、38と6の時だと手首にねこう収まる、ホールド感ではあったんですけど、ちょっと40だとねちょっと緩くなってきてる印象、かつ、こっちの上の方のね、袖丈がもうほぼほぼ、
手のひらを覆ってるっていう感じなんで、まあ、私の体型だとやっぱね長いかなと思います。まあ、肩はね全然余裕なんですけど、さすがにどうでしょう、長すぎますよね。まあ、大きく着たい方であれば、まあ、40をね着るのもありなのかなと思うんですけど、ちょっと私の感覚だとさすがにこの40はチョイスしないサイズ感というか大きさかなっていうふうに思います。まあ、今現時点でね T シャツ、1枚しか着てないので、まあ、中にはね着込めます、かなり着込めると思う。 SL って言ってもね、身幅は割とゆっとりあるので着込めますが、まあちょっと丈がねさすがに長くなってきているかなっていうふうに思います。身幅はねそんな、なんだろうな、気にならない、 SL だから程よいね幅ではあると思うんですけど、袖丈と着丈がやっぱさすがに長いかなっていうふうに思いますかね。はい、そんな感じで続いて3サイズまとめた動画流します。どうぞ。はい、ここまでご覧いただきありがとうございます。このアイテムの販売ページは概要欄と左上に、リンク貼ってますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いします。今回と同じような動画構成で、まあ、当店が扱っている商品を、まあ、別の動画でも紹介してますので、まあ、終了画面の再生リストからご興味あるものがありましたら、ぜひそちらもチェックしていただけると嬉しいです。また当店はですね、神奈川県小田原市にお店を構えています。ぜひね、小田原に遊びに来た際にはぜひお立ち寄りください。皆さんのご来店心よりお待ちしております。はい、本日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。